ウクライナ軍が今まさにクリミア半島奪還作戦を実施する可能性が高まっていると言われています。それを証明するかのように、ウクライナのダニロフ国家安全保障国防会議書記は、クリミア半島を奪還するため国際法で禁じられていない範囲で保有するすべての兵器を使用、もしくは試験的に使用するという考えを SNS 上で明らかにしました。今回はクリミア半島奪還作戦について見ていきたいと思います。クリミア半島は2014年平成26年、当時の親ロシア派ヤヌコビッチウクライナ政権が倒れた際、ロシアが軍事介入し一方的に併合して以来、そのまま実効支配を続けている地域です。ダニロフ書記は、クリミア半島はウクライナ領と改めて主張し、ゼレンスキー大統領も再三クリミア半島を取り戻すと表明しているので、クリミア奪還作戦が始まると予想されているのです。クリミア半島の面積は約2万6000平方キロメートルで、北部はユーラシア大陸のウクライナ南部ヘルソン州とつながり、黒海に突き出した形になっている半島でもあります。また、西側には、ペレコープチ峡と呼ばれる、長さ 30km 幅5から 8km の地域があり、大陸と陸続きになっています。そして、地峡東側は、アゾフ海にかけて草、海、シバーシュと呼ばれる浅い干潟が広がり、大陸側から突き出ているチョンガル半島との間にある狭い海峡には鉄道道路併用橋が架けられています。半島東端のケルチ半島東側には、アゾフ海と黒海を隔てているケルチ海峡があります。このケルチ半島東端と、ロシア南部のクラスノダール地方から、クリミア半島に向かって突き出ているタマイ半島西端には、クリミア半島併合後にロシアが架けた全長 18.1km の鉄道道路併用橋クリミア大橋がありますが、ウクライナ軍の砲撃を受けたことで有名になりましたね。ロシアに併合されるまで、この地域はクリミア自治共和国と港湾都市のセバストポリ特別市という2つにウクライナ領内で分かれていました。クリミア自治共和国はウクライナ唯一の自治共和国で、セバストポリにある軍港がロシア海軍黒海艦隊に租借されていたことから、自治共和国の管轄外としてウクライナ中央政府の直属都市になっていたということです。ちなみに、ナイチンゲールの活躍で有名なクリミア戦争は、クリミア半島で起こったロシアとオスマン帝国ほかの戦いです。地理的にも重要な場所だったというのがわかりますね。2014年にロシアの軍事介入で併合以後、クリミア自治共和国はクリミア共和国と改名してロシア領となり、セバストポリはロシア連邦内で共和国扱いとなる連邦市とされました。ロシアがクリミア半島を併合した経緯を説明します。マイダン革命とも呼ばれる2014年ウクライナ騒乱によって、親ロシア派のヤヌコビッチ大統領が失脚し、当時のウクライナ政権の崩壊をロシアはクーデターによるものとし、ウクライナへの軍事介入に至ったと主張しているのです。その際、クリミア半島はロシア軍支配下に置かれることになり、実効支配していたロシア主導による住民投票の結果としてロシアが併合を宣言したというわけです。しかし、ウクライナを筆頭に国際社会の多くの国家がこの併合を非合法として承認していません。国連総会での住民投票を無効とする決議は、賛成100カ国、反対11カ国、棄権58カ国で採択されました。クリミア自治共和国は、国際社会では法的に承認されているだけでなく、クリミア・タタール人の民族自治機関として、クリミア・タタール民族会議メジュリスが活動しているそうです。それでもクリミア半島に暮らす人口約230万人のうち約 60% がロシア人です。一方、ウクライナ国籍を持つウクライナ人は約 24% に過ぎませんし、住民の 80% 近くがロシア語を母国語とし、ウクライナ人の間でもロシア語が日常的に使われているのです。前述のウクライナ騒乱の際、ヤヌコビッチ政権の後を引き継いだ暫定政権が、ウクライナ語以外の言語を地域公用語として認める法律を廃止した際には、反発する動きがありました。しかし、
東部ドンバス地方のルハンシク州や、ドネツク州の新ロシア派武装勢力の支配地域と新ロシアという点では、同じ状態のクリミア半島奪還を訴え続けるゼレンスキー大統領は、2022年8月29日の国民向けビデオ演説の中で、ウクライナは、クリミア半島が併合されて以降、奪還を目標に掲げてきた。今回の侵略戦争は、ロシアが、我々の領土であるクリミア半島を奪い、さらに、東部ドンバス地方をも奪おうとしたことから始まった。だから、この戦争は、我々が、クリミア半島をロシアから解放することで締めくくらなければならないと主張しています。このゼレンスキー大統領の強硬姿勢に、身の危険を感じたロシア系住民のクリミア半島からのロシア本土への脱出が急増したそうです。クリミア半島では、2022年2月24日、ロシア軍がウクライナへ侵略する際、ウクライナ南部ヘルソン州やザポリージャ州に展開する部隊の出撃地となっていたので、4月11日に、プーチン大統領は、テロ警戒レベルを、上から2番目の黄色に引き上げ、半島に駐留するロシア軍部隊は、ウクライナ軍の進軍に備えて、着々とクリミア半島要塞化を進めていたとか。ゼレンスキー政権下でクリミア問題を統括しているタミラ・タシェワ氏が、国営テレビで、ロシア系住民は、2014年にロシアが、一方的に併合したクリミア半島をウクライナが奪還しようとすることに不安を募らせ、大勢のロシア系住民が家を捨て、クリミア半島から脱出していると述べました。さらに、どれだけの人数がクリミアを去ったか、統計を取っていないのでわからないが、数千人単位取り返している。クリミア大橋には、ロシア本土に移動しようとする車列ができているし、クリミアの住宅市場は、売り一色になっていると付け加えました。また、クリミア半島の先住民族とされているタタール人を支援しているエミール・イブラギモワ氏は、ロシア系住民の多くは、ウクライナ軍が近い将来にクリミアを解放するものと見ており、ウクライナからの報復を恐れてパニック状態になっているとラジオで述べていました。2022年8月、クリミア半島南西部のロシア海軍の航空基地で爆発事件が発生し、ウクライナ軍による攻撃の可能性が報じられた際にも、多くのロシア系住民が、クリミア大橋から、ロシア南部のクラスノダールに逃亡しようとしたため、その車列によって大渋滞が発生している様子の画像が SNS で拡散されました。ウクライナでは、4月2日、ダニロフ書記がクリミア解放に向けた12のステップと題したクリミア半島の解放計画を発表。内容は、クリミア半島が解放されてウクライナ領に戻った場合のクリミアやロシアの占領政策に協力した住民の取り扱いに関する12項目に及ぶ方針が記載されていました。1、ロシアが一方的にクリミア半島を併合した2014年2月の以降の不動産取引の無効化に、ロシアの占領政策協力者の起訴。3、ウクライナへの敵対行為を指導したロシアの協力者に対する厳しい罰則。4、ロシアのプロパガンダに踊らされてきた住民に対する政策などの4項目でした。こういった厳しい処罰を恐れたロシア系の住民などが、ロシア本土へ避難しようとしているのです。黒海に突き出たクリミア半島は地政学的にも重要で、地理的要素は戦略的にも重要です。ロシアはクリミア大橋を含む複数の重要施設を構築、半島の要塞化を着々と進めています。ウクライナはこれに対し国際社会の支持を背景に半島奪還を国家の重要目標と位置づけ、軍事的圧力を強めています。ウクライナのこういった行動がクリミアの未来にどういう変化をもたらすのか、地域の安定にどういう影響を与えるのか、今後の国際政治の動向によって明らかになると思われます。クリミア半島は地政学的に重要な位置にあり、その戦略的価値からロシアも強硬な態度を崩していません。ウクライナ大統領ゼレンスキーは公然とクリミアの奪還を宣言し、これに国内外からの支持を集めています。ただし、国際社会では、ロシアの併合行為を非合法と認識しており、多くの国が、この立場を支持しています。ロシアによるクリミア半島の併合は、
2014年のウクライナ政変後に発生し、その後、クリミアはロシア領として再編成されましたが、国際法上はウクライナ領とみなされています。この地域の緊張は増す一方で、クリミア半島の未来は未だ不透明です。ウクライナは、軍事的圧力を強化し、クリミア半島奪還を国家の重要目標と位置づけています。一方で、クリミアに住むロシア系住民の間には不安が広がり、多くがロシア本土への避難を試みています。地域の安定と国際政治の動向によって、この問題の行方が左右されると考えられ、ウクライナとロシアの今後の関係や対話の可能性に大きく依存する状況です。